晩ご飯のお時間がやってまいりました。先に中華スープができました。中華スープなのかな。ごま油とか結構中華スープになっちゃう。あ、まあ、これ白ごま振っちゃっていいですか。どれぐらい入れます。はい、ちょっと盛りすぎちゃった。今日何作る予定ですか。考えてない。あ、今作られてるメニューが。私基本考えてない。その時の感情の赴くままに。そう、もうある材料で。あ、りーちゃんもテンション上がってきた。いつものごとく。もうちょっとで晩ご飯できるよ。あれ、そういえばまたそっちの席にいるんだ。最近安定しないね。だって隣に行ったりしてんじゃん。もう自分の気の向くままにそうやって席を変えて、その度に追いやられて。雪丸くん、ちゃんと自分の席を決めないと。ん？急に黙り始めた。ママさんのとこ行きたい感じですね。調理中だから今ね、遠巻きに見るぐらいしかできないけど。必ずママさんの方向を見るんだよね。そうなんですか。まあ、なんか違う方向いてるけど。で、これは何を作ってるんですか。決まった？メニュー。決まってない。まだ決まってないだ。この段階で決まってないってすごい。ずっとそわそわしてる。誰が。りーちゃんが。あ、ご飯もうちょっとで炊けるよ。オッケー。どうしたの。こっち行く。やはり君はね、そこが定位置だよ。ママさん、ご飯が炊けました。かき混ぜ済みです。お、寿司酢を混ぜるんですね。これね、移してパタパタしなきゃいけないんだけど。手抜きです。手抜き。なんか話しかけてる。ご飯に沿ってください。はい、できたんですね。うん、これは親子丼じゃなくて豚肉でやってるから。他人丼。他人丼。他人丼だけど丼にはしないから。おかず。ああ。おかず。これなんでご飯が寿司酢な。うん、ネギトロ買ってきたからネギトロ食べるの。あ、ネギトロ丼なの。うん、そしてテンションが高まってる。で、決まるし。あれ、ピントが合わない。これさ、ちょっと七味かぶって。上がってきた、上がってきた。スープ温めない。ああ、ちょっと冷めちゃったね。
いいじゃん、ご飯の時間ですよ。テンション上がってる。これはたくあんとネギと、うん、なんだっけこれ、ネギトロ、うん、気になってんの、りっちゃん、うん、美味しい、美味しい、なんか言ってる。急に静かな。上がってますね。もうこれで出来上がり、はい、以上、以上です。こちらは何でしょうか。ネギタク丼。ネギタク丼、うん、あと野菜炒め的な。そう、野菜炒めと他人丼じゃなくて他人皿、牛皿的な。そうそう、そんな感じ。食べましょう。はい、ピチャーン、いただきます。はい、うん、うまい。そうなの、うん、えぐいうまい。えぐいうまいだって、りーちゃん。えぐいうまい。ごちそうさまでした。ブルブル、ちゃんとごちそうさましたの、うん、あれ偉いですね。今日ちょっとあのネギトロ重ためでしたね。よく食べた、生ものは。はい、きーちゃん、ごちそうさま。さっき言ったか。大丈夫？